こちら浦安情報局こちうらの時間です。10月も半ばを過ぎましたが、25度を超える夏日もあり、服装には悩んでしまいますよね。さて、今回のふるさと浦安この一枚はこちら。秋の桜です。弁天ふれあいの森公園の一角には10月桜など9月頃から咲き始める桜があります。ソメイヨシノとは違い、少しずつ咲き長く楽しめるのが特徴です。秋の桜も綺麗ですよ。それでは後藤さんを呼んでみましょう。後藤さん。はい、今回はスポーツの秋ということで、秋季市民大会の様子と浦安を拠点にする3つのチームのホームタウン活動を紹介します。楽しそうな内容ですね。後藤さん、後ほどお願いします。まずは市内の出来事をお伝えするあんなことこんなことパート1です。10月5日には浦安公園をメイン会場に、ランとも浦安2024。ランともとは、今まで認知症の人と接点がなかった方や企業、商店などと、認知症である本人や家族、医療福祉関係者などが一緒に助けをつなぎながら走るまちづくりイベントです。この日はあいにくの天気でしたが、浦安出身の演歌歌手青山新さんの号砲で参加者がスタートしました。メイン会場となった浦安公園では、キッチンカーや応援パフォーマンス、スタート前に行った明美よさこい連によるよさこいの演舞や、青山新さんのステージのほか、順天堂大学駅伝応援部チアによるパフォーマンスでイベントを盛り上げました。中町、元町地域を回るコースなど5つのコースを走ったり歩いたりした参加者が次々にゴールしました。認知症は誰もが当事者や関係者になり得るものです。浦安市では浦安市認知症とともに生きる基本条例を制定するなど、認知症になっても誰もが暮らしやすい街を目指しています。同じ5日には文化会館でセーフティーコンサート、防犯防災の意識を高めること、そして市民の安全安心を目的に、NPO 浦安防犯ネットと浦安市が共催したコンサートです。今回は NPO 浦安防犯ネットの創設20周年を記念したコンサートになりました。出演したのは富岡中学校吹奏楽部と浦安市消防音楽隊、そして千葉県警察音楽隊。最初に演奏を披露したのは富岡中学校吹奏楽部です。続いては浦安市消防音楽隊。途中、胸骨圧迫や AED の使用など救命処置の寸劇もありました。エントランスには消防や警察の展示ブース、警察署のブースでは電話で詐欺対策グッズの配布もありました。続いてステージに立ったのは千葉県警察音楽隊です。音楽隊とともにステージに登場したのはカラーガード隊アクアウィンズ。音楽隊の演奏に合わせて素敵なダンスを披露しました。フィナーレは3つの団体の合同演奏、およそ80人での演奏を披露しました。今回で16回目の開催となったセーフティーコンサート、会場に訪れた皆さんは音楽の力で防犯防災の意識を高めたことでしょう。続いては秋季市民大会の話題です。後藤さん、お願いします。浦安では教育委員会主催の
浦安市民大会を春と秋に実施しています。この秋は24競技を開催。その中からソフトボールとトリムバレーボールの2つの大会の様子をお伝えします。秋季市民大会ソフトボール競技は8月25日に始まり、12月1日まで全11回で開催されています。一般男子1部2部、一般女子の部、50歳以上でチームを組んだ実年の部の4つの部門があり、合わせて36チームが出場します。大会4日目、この日の注目の組み合わせは、昨年秋と今年春の市民大会一般女子の部で連続優勝した富岡レッズと、昨年秋2位今年春3位の毎勝レディース、優勝候補同士の対戦です。1回表、攻める毎勝レディースは2アウトながらランナー2塁のチャンスを作ると、4番打者が三遊間を抜けるヒット、1点を先制します。さらに3回、1番打者が二遊間を抜けるヒットで出塁。続く打者の当たりはレフト線を抜けます。このヒットなどでこの回2点を追加しました。富岡レッズも毎回のように得点圏にランナーを送ります。しかしチャンスを生かせず、4点を追いかける形で6回裏最終回の攻撃を迎えます。雨足が強まる中、この回先頭の3番打者がフォアボールで出塁。続く4番打者はセンター前へヒット。ノーアウト1塁2塁のチャンスを作ります。そして5番打者はライトへヒット、1点を返します。さらにノーアウト1塁3塁チャンスは続きます。6番打者はショートゴロに倒れますが、その間に3塁ランナーがホームへ、2点差に迫ります。しかし毎勝レディースは落ち着いた守備で富岡レッズの攻撃をしのぎ、4対2で決勝進出を決めました。守備が良くて打てたので勝ったと思います。ピッチャーもすごいと思います。優勝目指して頑張るぞ。その対戦相手を決める準決勝のもう一試合は、バービーズと北東プロバータ。毎回得点の打撃戦を16対10で制したバービーズが、11月10日に行われる決勝に駒を進めました。今日はみんながすごい打ってくれたんで、とっても快勝できました。次回も優勝目指して頑張りたいと思います。絶対優勝するぞ。ここでソフトボールの魅力について森会長に伺いました。ダイヤモンドそのものがですね、野球よりも小さめですから、パワーだけじゃなくて技術が必要な競技だと思ってます。経験値とか読みとか試合運びには来てくるかなと思います。自分のレベルと年齢に応じていろんなチームの組成ができてますんで、長く続けられます。はい、私はもう今67ですけども、まだ今でも自分でプレーしてます。ソフトボール協会では市民大会の他にも、中学生や一般の方に向けた技術講習会や親子で参加できる体験会などを毎年開催し、普及にも力を注いでいます。野球よりも柔らかく大きなボールを使うソフトボールは、始めるのに敷居の低いスポーツです。
しかし極めれば技術や作戦も多彩で奥深いのが特徴です。市民大会ではチームメイトを励ます姿や相手選手を敬う姿も見られ、和やかな雰囲気の中で試合が行われていました。秋季市民トリムバレーボール大会は9月29日にバルドラール浦安アリーナで開催されました。柔らかく突き指しにくい特殊なボールを使い、バドミントンコートで行うトリムバレーボールは浦安で生まれた競技です。今から39年前に浦安市の教育委員会とそれから体育指導員の方たちで作った競技でございます。で、協会ができたのはそれから10年後の今から29年前です。市内では約600名、60チームが今競技をしております。誰もが手軽に楽しみながら健康づくりのできる K スポーツとして考案されたトリムバレーボール。第1回の市民大会は1996年総合体育館の竣工記念に行われました。それ以来続いているこの大会、参加チームを増え、女子の部、混合の部、それぞれがプレミアリーグ、A リーグ、B リーグにランク分けされています。それではプレミアリーグを勝ち進んだ2チームの決勝戦の様子をご覧いただきます。まずは混合の部、グランシェルとネクサス、春季大会の決勝と同じ組み合わせになりました。春はグランシェルが優勝しています。この大会では1セット15点先取、3セットマッチで2セットを先に取ったチームが勝ちです。第1セット序盤は競り合う展開でしたが、5対5からグランシェルが連続ポイント、15対5でセットを取ります。第2セットは後のないネクサスが14対13から長いラリー戦を制し、セットポイントをもぎ取ります。そして迎えた第3セット、グランシェルが常にリードするものの、ネクサスも踏ん張り点差は開かないまま、14対12でグランシェルが最初のマッチポイントを迎えます。ここは強力なアタックでしのいだネクサスですが、最後はラリーの末にグランシェルが得点を入れ、大会2連覇を決めました。女子の部の決勝は春季市民大会優勝のマーブルレッドとアドベンチャープレイスの対戦です。第1セットは15対7でアドベンチャープレイスが取りました。第2セット、前大会優勝の意地を見せたいマーブルレッドが序盤をリードします。しかしアドベンチャープレイスは8対7と逆転すると点差を広げ、14対9でマッチポイントを迎えます。ここを一度で決めて優勝を飾りました。今年の秋季市民トリムバレーボール大会を制したのは、混合の部はグランシェル、女子の部はアドベンチャープレイスでした。優勝チームの皆さん、おめでとうございます。ソフトボール、トリムバレーボール、どちらの秋季市民大会も盛り上がっていましたね。この後は市内を拠点とするチームのホームタウン活動をご紹介します。浦安にはここを拠点とするチームがあり、私たちにスポーツの楽しさを伝えるなど奉仕活動に取り組んでいただいております。そこで今回はバルドラール浦安、プリオベッカ浦安、浦安 D ロックス、3つのチームのホームタウン活動を紹介します。バルドラール浦安はフットサルのトップリーグ、
F リーグに所属するチームです。このチームは1998年に明海大学サッカー部の OB を中心に結成されました。2000年より関東リーグに加盟し、2006年には全日本選手権に初優勝しています。2007年、名称をヴァルドレアル浦安に変更。その年に開幕した F リーグに参戦しています。男子トップチームを筆頭に7つのチームがあり、女子トップチームは女子 F リーグ4連覇中です。ホームタウンでの活動について、選手としても長くこのチームで活躍した小宮山監督に伺いました。主な活動としましては、幼稚園の巡回指導であったりとか、私自身も浦安市内の中学校でキャリア教育ということで登壇させていただきまして、監督という職業についてお話をさせていただいたりですとか、ショッピングモールでのイベントに参加したりですとか、よくやってますけども新浦安だったり浦安駅で、チラシ配りをしたりですとか、本当いろんな活動をして、市民の皆様にまずはヴァルドレアル浦安というチームがこの浦安にあるということを知っていただいて、我々と共にスポーツを通じて、健康的にもなっていただいてっていうようなところが一番大事なところかなというふうに思っています。小宮山監督にはホームタウン浦安での活動で印象に残っていることがあるといいます。2011年の東日本大震災の時に液状化してしまった浦安という町を、市民の皆さんと一緒に、その土を救ったりですとか、そういう活動をしたってことがやっぱりすごく残っていますし、選手がやってくださるんですかとかっていうような言葉をいただいたりですとか、逆に我々も市民の皆さんのそういう一番辛い時に近くに寄り添うことができて、このホームタウンでプレーできる喜びっていうのを改めて感じましたし、やはり市民の皆さんのためにもやっぱり素晴らしい結果っていうのを届けたいなというふうには強く感じましたね。ヴァルドレアル浦安には障害者チームもあり、このチームの活動を通して障害者スポーツの普及も行っています。最後にキャプテンの石田選手に市民の皆さんへメッセージをいただきました。8月もこのアリーナでこうイベントさせてもらって、たくさんの方に来てもらったので、そういう活動っていうのは今後もう少し増やしていけたらいいなっていうのは思っています。我々ヴァルドレアル浦安は今 F リーグで首位に立っていて、ここからさらに本当に厳しい戦いが続くと思いますし、チームとして全員で戦っていかなければいけないと思っています。ヴァルドレアル浦安をこう一緒に作っていきたいなと僕は思っているので、ぜひ一度ヴァルドレアル浦安アリーナに足を運んで一緒に戦っていけたらなと思っています。ブリオベッカ浦安は JFL に所属するサッカーチームです。このチームは1989年浦安ジュニアサッカークラブとして設立しました。はじめは幼稚園から中学生を対象としたクラブでしたが、1991年に高校生チームが誕生、さらに2000年に社会人チームが誕生し、 J リーグと同じ一貫指導のできるピラミッド型のクラブの形となりました。2015年、名称をブリオベッカ浦安に変更。2023年には JFL で準優勝しています。今、育成では600名、大人も含めれば700名ぐらいの方がブリオベッカ浦安でサッカーを楽しんでいらっしゃいます。J リーグに上がっていくという目標はありますけども、クラブの目的は一人一人が成長して、浦安市民がサッカーを通じて生活を楽しめるような、そんなクラブでありたいなというふうに思っております。ブリオベッカ浦安ではホームタウン活動にも力を注いでいます。今年は100回を数える地域貢献活動をやっておりまして、主に学校あるいは市の行事、自治会の行事、そういうところに参加をいたしまして、さまざまな地域貢献活動をやっております。浦安市民の皆様が健康にかつスポーツを楽しみながらサッカーの楽しさを感じていただくこと、このきっかけとなるように地域貢献活動を増やしてまいりました。今年8月に市川をホームタウンに加えたブリオベッカ浦安ですが、
以前からサッカースクールを浦安と市川で展開しており、トップチームにも漁師出身の選手が所属しています。自分はこの浦安で生まれ育って、この浦安 JC というジュニアのクラブから、そのままジュニアユース、ユースと上がっていってトップチームにいるので、この地元でサッカーできるのは本当に嬉しいことです。普段イベントだったりでみんな頑張ってねって温かい言葉かけてくれるので、そこは本当に力になってます。イベントや地域活動を行うことで、地域の子たちが集まってきてくれて、実際に試合にも足を運んでいただいて、楽しかったよとかすごいねとか言ってくれて、小さな子たちに夢や元気を与えられたのかなって思います。私はブリオベッカファミリーっていう言葉を使ってるんですけども、ここでサッカーをやって、で選手になって、もしかしたら受験で他の道を選ぶ子もいるかもしれません。そういった方が卒業した後もこのチームにまた関わってきて、例えばボランティアをするでもいいですし、ビジネスで成功されてスポンサーするよって方もいらっしゃるかもしれませんし、いろんな形でこのクラブに関わりながらファミリーという形で巡回型のそんなシステムを作っていきたいなというふうに考えています。我々ブリーベッカーレスは、みんなで、J リーグを目指して日々切磋琢磨して頑張っているチームです。皆様に愛されるチームになれるように頑張っていきたいなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。浦安 D ロックスはジャパンラグビーリーグワンに所属するラグビーチームです。2022年に誕生した浦安 D ロックス、前のシーズンはリーグワンのディビジョン2に参戦し11勝1敗で優勝、入れ替え戦にも勝利し、今シーズンはディビジョン1を舞台に戦いを繰り広げます。浦安市はもう昔からスポーツを通じた地域振興に力を入れておりまして、我々のこの思いとあとは地域の思いが一緒になりまして、こちら浦安市で活動することになりました。住んでる地域の皆様とも非常に交流を深めさせていただいておりまして、今チームとしては気持ちよくですね、こちらで活動させていただいているというところでございます。地域での活動についてはどのようなお考えなのでしょうか。我々のチームのビジョンの一つに、地域に愛され続けるクラブというものがあるんですけれども、市内の学校訪問であったりだとか、お祭りへの参加であったり、地域の普及活動であったり、そういったところに我々としては力を入れて取り組んでいるというところでございます。 D ロックスの皆さんの地域での活動の幅は広く、理科活動や防犯パトロールなどにも参加し、市民と交流を深めています。地域社会とともに我々も発展していきたいという思いが強くありますので、自分たちから積極的にこの地域の活動に対して取り組みをさせていただいているというところです。今年は浦安で8年ぶりに浦安三社祭りも開催されましたけれども、そちらにもクラブのスタッフ選手全員でですね、参加させていただいて、みこしも担がせていただきましたけれども、そういった地域のこう昔からあるイベントにも参加させていただいて、そこでも数多くの地域の方にお声掛けをいただいてですね、応援してるよというようなお声掛けもいただいたりしておりまして、少しずつ我々としてもこの地域の一員として認められてきているのかなというには思います。地域での活動についてお二人の選手にお話を伺いました。地元の方と触れ合える機会っていうのはありがたいものだったり、子どもたちと触れ合うときにラグビーの良さ、スポーツの素晴らしさみたいなものを伝えるきっかけになったらいいなっていうふうには思います。ラグビーイベントをする中でやっぱいろんな方が笑顔になってくれたり、楽しかったって言っていただけることが増えてきたので、イベントを参加することにやりがいを、魅力を感じるようになってきています。いつも応援ありがとうございます。浦安 D ロックスは今シーズンディビジョン1で戦うことになります。対戦相手も試合数もハードになってきて、チームとしては難しい状況になると思いますが、チームの目標であるトップ6を目指して頑張りますので、今シーズンも熱い応援のほどよろしくお願いします。ぜひこう浦安市の皆さんに会場に足を運んでいただいて、僕らが辛い時にこう応援して背中を押していただけると力になりますので、ぜひ応援よろしくお願いしたいと思います。
浦安を拠点とする3つのチームを紹介しました。どのチームも浦安のために熱い思いを持って活動していただいているのが伝わりました。そんなチームを私も応援しようと思います。そうですね、後藤さんありがとうございました。さて続いてはあんなことこんなことパート2です。10月8日には明治安田生命保険相互会社との包括連携に関する協定の締結式。この協定は互いに有する資源を有効活用しながら幅広い分野で相互の連携へ協力をすることで地域の活性化や市民サービスの向上を目的に締結したものです。特に健康づくりに関することや暮らしの安全安心に関することなどについて連携していきます。市長は良質な行政サービスを維持していくためにより一層連携協力を進めていけたらと話しました。10月13日には運動公園で浦安スポーツフェア2024、市民の皆さんが心身ともに健康な生活を送れるようスポーツをする機会を提供することや競技人口の増加などを目的に行っているイベントです。開会式に続いて行ったのは将来さまざまな競技で活躍が期待されるスポーツ選手を支援するオリンピック・パラリンピック等育成選手指定賞授与式。今年度はカヌーや車いすテニス、柔道、テコンドー、バドミントン、サッカー競技で7人の選手を指定しました。メインアリーナではさまざまな種目、こちらはダーツ。初心者でも投げ方を教えてもらい家族でゲームを楽しむことができました。剣道は木刀や竹刀を持って面の練習、新聞紙を切ったり頭に乗せた紙風船を割るなど剣道を体験することができました。メインアリーナの2階ではボッチャ、白い的玉にいかに自分のボールを近づけるかが勝負の分かれ目です。武道場では柔道、空手は突きや蹴りの練習、木漏れ日広場ではスラックライン、細いベルト状のラインをバランスよく歩くことに挑戦しました。オフロードバイクは段差などがある特設コースを走る体験です。野球場では的当て、子どももお母さんもお父さんも本気で挑戦していました。陸上競技場では陸上競技、短距離走やジャベリックボール投げも体験しました。多目的グラウンドではゲートボール、コツを教えてもらい上手にゲートをくぐらせることができました。およそ30種目のスポーツが体験できた浦安スポーツフェア2024、この日参加した皆さんは気持ちいい汗を流していました。ここで浦安市からのお知らせです。10月27日は衆議院議員総選挙の投票日です。当日投票所に行くことができない場合は市役所1階市民ホール、中央公民館、市民プラザ、日の出公民館、富岡公民館で期日前投票ができます。会場により期間や時間が異なりますのでご注意ください。いかがでしたか今回のこちら浦安情報局こちうら。次回は第42回浦安市花火大会、自治会秋祭りなどご覧の内容でお送りする予定です。それではそろそろお時間です。次回もまた見てくださいね。中田さん行きますよ、せーのバイ。